指揮官、まるで子供みたいね。ああ、指揮官くんは悪い子ね。指揮官くんはやればできる子ですね。少し嬉しいです。あら、今日は子供っぽく甘えてほしいの？少年、あんたが私の指揮官かい？私はネバだ。これから世話になるぞ。もう、指揮官様は子供っぽくて放っておけませんわ。おかえり、指揮官。疲れた？早くお姉さんの胸に飛び込んでちょうだい。もう、指揮官は子供じゃないんだから、ちょっと注意した方がいいよ。指揮官様は時にお子様のようですね。はい、おいで。飛んだ胆力の子ね。この感じも悪くないわ。やっぱ気になるんだ、ここ。もう子供っぽいんだから。指揮官はもっと素直な子だと思っていましたが、これはこれで悪くはないです。調教の意味で。口元に何かついているわよ。もう、食べるのもうまくできないなんて、やっぱり子供なのかしら。ほら、水もちゃんと飲んで。デートっぽくないと？そうね。せっかくの祝日ですもの、一度だけ甘えさせてあげてもいいですわ。指揮官様、元気がないのでしょうか？仕事で疲れたのですか？あ、指揮官様、こうして、なでなで、いいかいいか。これで疲れが取れました。よね。もう大丈夫ですか？鉄血海軍、戦艦、フリードリヒ・デア・グローセ。HQ 戦艦の計画型。さあ、坊や。寝つけないなら、子守歌を奏でてあげるわ。ようこそ私のもとへ。坊や、何がお望み？富？栄誉？それとも、永遠なる青春？坊や、絶対なる勝利を得るには、絶対なる理性が必要よ。まるで子供みたい。かわいいわ。坊やが欲しいものなら、何でも手に入れてあげるわ。戦闘よりこういうのが好きだわ。坊や、はい。あーんして。あーん。悲しいことも、楽しいことも、痛さも気持ちよさも、これからは全部分け与えて。坊やのこと、ずっと、ずっと、ずっと、包んであげるわよ。この衣装、獣王の着物というものね。上質な素材で落ち着く着心地。それでいて色合いも上品。着付け？坊や、それは、どういうことかしら。じっとそこで立っていては寒くならない？おいで、坊や。坊や。この着物の着付けを手伝ってもらえるかしら。
この抱擁の感触は人肌のぬくもり。坊やにはそれがわかるのかしら。坊やはここが恋しい？これは私からあなたにすることじゃなくて、坊や。はあ、この夢のような美しい変装。私たちの学章、調べが永遠に続くことを望むわ。愛しい坊や。今日は何を聞きたいの、坊や。坊やに何を求めているのかって？私にとって、この世界で最も尊いもの。つまり坊や、あなた自身が望みよ。理性という手綱を引き締めるのは、戦場だけでいいわ。私の前では、己を抑え込む必要などない。そう、思うがままに甘えて、坊や。疲れたなら、ここで横になりなさい。いい子、いい子。安寧の夢に身を委ねて、坊や。私がずっとここで見ていてあげるわ。愛しい存在と触れ合うのがお望み？もう少し近寄ってきてもいいわ。我が愛しの坊や。わがままな坊やね。大丈夫。すべて受け入れてあげるわ。レポートは後でいいわ。坊や、顔を見せて。何事もなかったようね。坊やは私に言うこと、あるかしら。坊やのすべてを受け入れて、坊やの前に立ちはだかるすべてを滅ぼしてみせるわ。さあ、もっと私に甘えてちょうだい。もっと、もっと、もっとよ。